ちょうど俺が狙ってた家の頂上付近に落ちんだろう。やべ、サイトがね、なんでここで睨み合ってんだよ。絶対俺撃ち抜かれるパターンじゃん。バレたね。バカが諦めやがったな。しゃーぐろさひろた、ちょっと待って、何このてめえこの野郎は、バレてんだぞお前。おいこの音にビビれ。おいこの音ビビってんだろ。おいあいつグローザ持ってやがるって、てめえ来いや。おめえ詰めてくかんな、おめえの方に。おいあ後ろ、それずるくね、それちょっとずるくね、それそれちょっとずるくね。あそこね、了解。はい、甘い。もう2対1とか関係ねえから。うわ、勝ったこいつ。なんでこんな硬えの。バックが1ベースか。3ベースだよな。二度とやりません。このゲームはもう考えた人が本当に悪いと思います。頭の病気だと思います。だってさ、そんなさ、人殺ししてんだったらイスラエルとか行ってよ、ぶっ殺してくれいいじゃん。1個ルール作るべ、 PUBG やってる時の。死体から物を漁ってる時に遅くても文句言わないっていう、あれ俺の最高速度だから。あれ俺の最高速度だから。なんで撃ってこねえんだと思ったら右の方から迂回して、あいつバカじゃん、突っ立って拾ってるよっつって。邪魔するぜ兄貴。やりな、オッケー、勝った。ほらいいんだろ、おい持ってねえんだろ、おい拾ってねえんだろ武器。まあね、当たってねえ下も。